藤木が来ちゃいました。ですね、B2 リーグも終わりまして、どこロケやりたいということで、とこちゃんさんと相談したら富士急に決まりました。富士急来たことある？初めて。僕は初めて2回目ですね。2回目、はい、3回か4回ぐらい。俺もまだ2回目。ちょっと緊張するもん、なんかちょっと手汗かいちゃって。元気な状況で。ごめんけど俺もうごめんけど、もうお腹いっぱいで、口開けてたら虫入ったって。そんなどうでもいいぐらい怖かった。どんな顔で乗ってたんですか？吠えてる顔。ちょっと待って、これは相当いくよ。これ獣が吠えてる音してる。さっきからずっとうーんみたいな。お、さっきより楽しかったかな。あ、楽しかった。楽しかったっすよ。どうした？気持ち悪いですね。これがピークです。これがピーク。これ終わったらもう勝ちです。まあ、あとはもうイージーゲームだな。ここです。わあ、これやばいね。うわあ、すいません、眩しい。これ体もちょっとやばい。はい、ということで、次はちょっとなんかこれやってみようと思うけど、何ですかこれは？くるーじゃばーん。これ、着用しなきゃいけないみたいなんで、はい、いつものあれやります。はい、あ、なるほどね。とこちゃんって言ったらあれだから、はい、あれです。いくよ、はい、せーの、シューショーシューズカバーを着用してください。行きたい、行きたい、ゴー。これ、怖くないか？大丈夫。いや、あの、もすいません、今すがすがしいです。さっき裏で裏取引したら全然問題ない。うわ、いこっつ。おお、あーね、結構もつくね、近くで見ると。やばいね。あ、結構勢いある。やばいね。なんでかわかんないですけど、半分ぐらいあのこれ取れてる。いや、わかるわかる。いや、だからこうやって降りるってないんだ。そういうことだね。バーンっつってこれ切れるよ。でも、でもあれやからさ、今日晴れてよかった。いや、ほんとにっすよ。一個行きたいのが室内でなんとかなるって思ってたんですけど、室内は何をやるかしら。いや、ほんとに戦慄迷宮もできないでしょ。何、何もできないでしょ。確かに富士急知らない人がまとめてんだろうなと思って。絶対に。で、そこで回すって言ったって別に台本ねえんだもん。なんか適当にこっち振ってきてみたいな。ゾッとしてた。
疲れ様でした。お疲れ様でした。とこちゃん新メンバー入りました。新メンバーおめでとう。おめでとう。このアトラクションどうでしたか。楽しかったです。楽しかった。はい。なんでポンチョ着なかったんですか。あ、まあお金のせい。高かった。200円。無理無理。なんで日本語そんなに上手なの。11年間ぐらい日本に住んで小学校行ってた。ちょっとあ、そうなの。どこの出身。うん、どこから来た。ウェアフロアメリカ。アメリカ。だって身長だってほらこっち来て、あ、ほらでかいでかい、おっきいおっきいおっきい。これ全然ちょっとやだな。全然だよ。これみんな友達。何。そう、友達。学校の友達。あ、学校の友達。あ、なんかスポーツやってる。あ、まあたまたまにバスケも。もっと、あのジム、なんかあのトレーニング。何バスケやってんの。ちょっとだけ学校で。千葉で。あ、チームにいないけど。あ、まあ、ほとんどやってる。そうなの。この人たちの中で誰かがバスケットボール選手です。誰だと思いますか。ユダカン。ああ、この人どんなスポーツやってそう。サッカー。サッカー、サッカー、バスケ、何。泳ぐ。ああ、最後に。あ、俺はバスケ。うん、バスケ。ちょっとそこボケてほしかった。僕たち全員ね、バスケ選手なんだ。そうそうそう。え、チームに入って。チーム、チーム、プロバスケットボールチーム。え、本当に。そう、 B リーグ分かる。え、 B リーグ分かる。そう、千葉だったらジェッツか、ジェッツか、アルティーリでしょ。そう、入ってる。入ってる。ベルテックス静岡知ってる。あ、知ってない。知ってないでしょ。じゃあ、今日覚えたね。覚えた。今日覚えた。覚えた。覚えて帰ろう。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。おい、ナイス。おい、バイバイ。やってきましたね。もう書いてあるもん。これは猛烈なコースターです。本当だ。世界一の回転数。そう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 。じゃあどれぐらい回転するの。その名も何ですか。A じゃないか。お前さ、首でこうじゃねえんだ。あ、ちょっと俺も怖いよ。これは怖いよ。本当に怖いですね。ということで、ここは岡田 N 出します。あ、 N 出しました。弱いって。お願いします。厳しいって。はい。昼食おごりだから。おごります。あ、そんななんだ。そういう感じ。おごる。あ、全然おごります。やだ、なんか俺金で物申す人嫌いだもん。物申します。やります。じゃあ行ってみましょう。いいじゃない。行きましょう。行きます。髪濡れてんの触れてもらっていいですか。乗れ乗れ、お前も。マジですがすがしい。おい、岡田終わったよ。行ってこい。行くぞ。行くけど。ええじゃないか。俺も乗るで。うん、行ってきて。どっちにも見えるで。はい。なになにこれ、方向があるの。これどういうこと、今の分かり道。分かんない。ちょっと待って。怖い方とかあるよ、もしかして。こっちの方が怖いんですよね。ああ、終わった。長谷川君、普通に案内されたこっち。長谷川君、どれなんだ、これかな。いや、でも声聞こえないな。いないな、いないな。多分これじゃないっすね。多分これじゃない。どういうこと。外回りと内回りってどう違う。何が違う。大きく揺られるか、内回りが細かいとか、細かい。ああ、インコースってことだね。ってことは、アウトコースのアウトコースが一番アウトコースだ。そうか。でも、どっちがアウトコースかは分かんなくないですよ。走りは、もう少し待ちですね。ありがとうございます。やばいですね、これ。生きて帰ってきます。聞こえてないです。
山田のせいですか、まあ、山田の声聞こえたないもらっていいですか。いや本当大丈夫だ。藤山が一番きつかった。いつ乗ってました。正直こっちの話するとどれに乗ってたか分かんないです。やばい降りてきたよって言って。お疲れ様でした。よっしゃ。今日叫びすぎて喉開いて、ね、閉じてる。どうだった言うぞ。いい時間だったかなって。ありがとうかけました。なんか入念に。ロックの確認されすぎて怖かった。これぐらい入れなきゃダメなんですとか言うからベルト3つぐらいありました。そう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 、これぐらいしなきゃ。ちょっとお腹すいたわ。お腹すきましたね。確かに。どうですか。そうしましょう。じゃああれやりますか。やりましょう。もう1回で2回出したことないよ。あ1回で2回ないよ。やる。行きましょう。せーの。よし。お疲れ様でした。しゃ。本当のお疲れ様です。でも僕肝心なことを忘れてる気がするんですけど。はい。向こう飛んだっすよね。ご飯食べ行こうって飛ばなかったっすけ。飛んだっす。飛びました。ですよね。飛んでねっす。手だけ飛んで降りてきますか。あこういう感じね。あオッケー。そうそう。じゃあちょっとそれでいい。1回で2回ないよ。やる。行きましょう。せーの。よいしょ。俺たちプロだな。いやー本当一旦休憩。ハッシュタグオフだからだよこんなの食べるのは、うん、ということでじゃあ、はい、手を合わせてください。いただきます。いただきます。これ無理っしょ。食べながら食べてます。10分待ってください。で1回食べよう。特にお前な。お前だよお前。6000円のラーメン食ってんすよ。聞いてね。1年間、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来期はね変革の年になると思います。企画やベルテックスいろんなものが変わると思いますけど末永く応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日は富士急の会とても楽しかったです。楽しかったです。これでもちょっと編集次第だなっていうところちょっと僕感じてます、みんなボケの回数少ないし不安ですけど頑張ってもらいましょう。頑張ってもらいましょう、まあ、今シーズンラストみんなで楽しめたこと良かったですね。はい、ご視聴皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあラスイッチありやりますか。ここでですか。やりますよ。長谷川君ちょっと来れるか。今日一日アテンドしてくれました。長谷川くん、ここ顔出し大丈夫。大丈夫、はい。24歳、長谷川くんです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後みんなでいきますよ。ワクワクベルテックス。そりゃセリザーも聞こえるわ。